儀式中であれば、ペルー政府が認めている合法的なものなんですね。もう大変、もうエクソシストの映画状態で、規制発しちゃって、もう体もエビ反りで、受けなしと知らない、ずっと言うたりやすやの練習してたので、ちょっと体をプンってやると、スポンって抜けるんですよね。その幽体離脱がにも結構スランプっていうのがありまして、結構2年おきに来るんですよね。なんとなくバイオリズム的には今も割とできる方なんですけれども、ちょっと前までは全くできない時期が結構続いていて、まあコロナで木が落ちてたっていうのもあ、めちゃくちゃそうで、コロナに入って非常に集中力が落ちてしまいまして、私結構瞑想を日課にしていたんですけれども、全然なんか光とか、あと不思議なその神秘体験的なものがなくなってしまいまして、そういうのが続いてたので、ちょっとペルーでアヤワスカって言われる世界最強の、幻覚作用がある、飲み物を用いて、儀式をするっていう、そういうツアーというか、ものがあるんですけれども、これ伝統儀式なので、ものすごい幻覚作用あるんですけれども、一応儀式中であれば、ペルー政府が認めている合法的なものなんですね。で、それを体験することによって、強烈な神秘体験を得ることができて、人生が一変したり、その自分の内面と向き合ったりすることで、もう一回その集中力を取り戻すことができるかなっていう希望を持って行ったんですよ。かつそのあと霊体験とか、UFO を見たりとか、そういったこともその遭遇する確率がちょっと減少傾向にあったので、それもペルーで全部、引き戻して、こう宇宙人とのコンタクトだったり、神様とのコンタクトだったり、もう一回つなぎたいなっていうふうに思っていったんですけれども、2週間、期間を設けて行ったんですが、もう移動期間がものすごい長いんですよ。でシピボっていう部族の方が住んでいる村に行くためにもう本当丸3日とかぐらいかかったんです、かかるので、2週間空けてても、結果的にそこの村にいられるのは4日間しかいられなかったんです、で8日の中で6回そのアヤワスカという飲み物を飲みまして、儀式に参加したんですけれども、どんな儀式なんですか？それはそのアヤワスカを飲んで、その後、シャーマンの方がいらっしゃるんですけれども、シャーマンの方がその場の空間に合った歌を歌ってくれるんですね、その歌をこう聞いてこう寝そべってるうちに、いろんなビジョンが見えてくるんですよ、一般的には蛍光色の幾何学模様だったり、そういうものがもう大体ほとんどの人が見えるんですね、で空間が歪んだりとかするんですけれども、その先の現象っていうのは、やっぱりその人が抱えているものだったり、タイミング的なもの、あとはそのシャーマンとの相性によってだいぶ個人差が出てくるんですね。でも私はその目的としては宇宙人と話してみたいっていうのとか、あとは神様と交信してみたい、あとその超能力を身につけたいっていう、この3つぐらい、2つか3つぐらい贅沢なんです。そうなんです。目的がありまして、それはシャーマンの方にも伝えて、もうそこに集中してというか期待を持ってやっていたんですけれども、全然違う結果になったんですよ。っていうのは初日から、デトックスを促すような、体の動きが止まらなくなったんですね、どんどん体がムズムズしちゃって、勝手に手が動いてしまって、こう自分をマッサージしてみたりですとか、あとはもうそのマッサージもありえないそのアクロバティックな格好をしてゴリゴリやったりとか、なすりつけたりとか、その布団になすりつけたりとかして、でそうするとどんどんこう肩こりというかなんか取れていって、不思議なことに、そのペルーに行く前から私、髪の毛のこの首の後ろあたりがものすごい痒さで、毎日書いてたんですよ、でフケでもないし、3ヶ月ぐらいもう本当異常な3ヶ月、アトピーみたいなのかなって思ってたんですけど、そのマッサージを続けているうちに、この痒みが全部取れたんですよ、でそのマッサージとかを散々受けて、
で、5回目の儀式の時には、はい、自分の守護霊だったり、はい、過去世にも会うことになったんですね、はい、でまあいろんなデトックスもしたし、はい、不思議な体験もしたけど、はい、まだその自分の目的である神様との交信のとこまで行ってないなと思って、はいまあ、最終日期待してたんですけど、はい、これがすごかったんですよ、はい、キツネ付きに会ってしまいまして、はいはい、もう大変もうエクソシストの映画状態で、はいはい、規制発しちゃって、はい、もう体もエビ反りで、バタバタこうビチビチこう、はい、跳ね返るぐらいの、それでなんかもうずっとバタバタやってて、はい、もうシャーマンの人とかも体を押さえてくれたりして、すごい力ですからね、すごい力なんですよ、はい、でもう自分じゃない声も出てきて、はい、ドーとか、はい、うわーとかなんかもう、はい、すごいのをうわーって繰り返してるうちに出てきたんですよ、はい、1体目が、はい、出てきたのが、はい、うわーってなって、中富の鎌足りって出てきて、すごいすごいええみたいな、でも私全然その武将好きとかでもないし、なんか歴史とか日本史とかも全然興味ないですし、私その後父とか母にも、私その藤原家になんか住み家接点あるんですか、あるのかって聞いたんですけど、一切そこは分からないんですよね。ゆえなる土地に行ったんですか。行ってないと思います、分からないです。ただ、いろんな心霊スポットは行って、ね、行かれますからね、ので、どこかでっていう可能性はあるんですけれども、直接的に遊園のあるところには行ってないと思います。のにいた、いましたね、はい、で他にも、はい、2体残り大きいものがついていて、はい、それでおーわーって出して、はい、その後、はい、5,60 体まだ残っていて、その5,60 体は自分で出しました、はい、シャーマンさん良かったですね。シャーマンさんすごい、本当に助けていただいたんですけど、その時の音声がちょっとありまして、アントニオ、行くぞ。アントニオとシャーマン。行くぞ。マジ行くぞ。受けなしと知らない。わかんないです みたいな、これを延々と3、4時間ぐらいずっと続けてました、はい、声変わりましたね途中で、この途中のあの何とかしらあれ何ですか、何ですかね、なんか言わせられたんですね。そうなんですよ、でも何て言ってるか分かんないんですよ ね、あれは言わされてる時なんですよ。その前の池へ出ろっていうのはやっぱり自分で力を込めて自分の言葉で言おうって頑張ってやってるんですけど、可愛らしいなぁと本当ですか、可愛いですけど、でもあの変な呪文がね、呪文ですかあれ、なんですかね、あの時は口が勝手に動いてるんですよ、あそういうのありますよね、呪われた映像が撮られて、はいはいはい、見たら死ぬ映画なんです、宣伝の担当者が本当に倒れちゃって、それも原因不明ですよ、はい、っていう名前を聞いてしまったが最後、はい、体ごと持ち上げられて、天井をぐるぐる回されたんです、